はい、大学ラボのまさきです。しあたです。今日はですね、東工大のキャンパスライフをお伺いしていきたいと思ってまして、実際に通われているザッキーさんにお越しいただきました。お願いします。お願いします。お願いします。まあ、ということで早速なんですけど、今東工大の何学部に通われてるんですか？私は物質理工学院の材料系というところに通ってます。あ、そうなんですね。ということで、まあ、材料系にいらっしゃるということなんですけど、まあ、それって実際どういう勉強をする、まあ、学科というか、その系っていうんですか？そうです、系っていう形です。どういうのを勉強するところなんですか？と、材料系では主に、金属と有機と無機っていう分野3つに分かれていて、うん、3年次からそれぞれ進むということになるんですけど、自分は金属系というか金属のところに所属しているので、うん、例えば鉄の材料に炭素を混ぜたら鉄の組織が変わったり、鉄の硬さが硬くなったり柔らかくなったりみたいなことが起こるので、うん、そういうのを勉強して、例えば日常生活であれば鉄道の、レールであったり自動車の材料などに使われるっていう感じになります。なるほど。まあ、じゃあ実生活なんだろう、それ新しい材料を生み出すというか、こういうのに変えた方がいいよねみたいなのを研究するみたいな感じなんですか？そうですね。実際どう鉄道とかに生かされるかみたいな。例えば鉄を作る時の二酸化炭素の排出量を減らすとか、今ある材料をより良くするっていうことが目的になると思います。なるほどですね、うん、むずいですねすごい、ありがとうございます。それをなんか勉強しようと思ったきっかけというか、何それやろうと思ったんですか？そうですね、自分はもともと物質理工学院を志望していて、うん、化学系の方に行きたかったんですけど、うん、大学での勉強があまりにも化学は自分に向いていなかったので、金属の方に進もうかなっていうふうに思いました。ああ、じゃあ結構消去法的な感じなんですね。そうですね、もともとは化学の方をやろうと思ったんですけど、高校の化学と大学の化学が全然違ったので、うんうん、思っていたのと違うなと思って材料の方に進みました。その選択自体は別に正しかったですか？今結局そっちもしんどいなとか別にないですか？そうですね、今自分がやってる方で全然良かったなっていうふうに感じています。ありがとうございます。実際授業どんなあるかみたいに聞きたいんですけど、はい、その最初1年目の必修とかってどんな感じなんですか？例えば東工大ですと学院に分かれるんですけど、全員同じ授業を取る形で微分積分であったり線形代数などやったり、あと化学ですと、まあ、有機化学、無機化学、量子化学とかをやって、物理でも、まあ、力学、電磁気などさまざまな勉強をします。なんかその他の大学の理系学部に比べてなんか特殊なところとかあったりするんですか？これは勉強しないとか、これの勉強めっちゃやらされるとか。東工大は理系の単科大学ですので、うん、結構理系に特化した勉強っていうのはすごい多いんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。なんか他の大学だと2外とかもやんなきゃいけなかった、英語とかもやんなきゃいけないとかあるじゃないですか。東工大そこら辺もやんなきゃダメなんですか？2外もやります。あ、やるんですね。2外もやります。それなんでなんですかね。そうですね、2外をやるのは自分もよくわからないんですけど、ここ最近ではリベラルアーツ教育といって、うん、文系の方にも力を入れようという形で、大学3年時には教養卒論といって理系の卒論とは違って文系の卒論を書くっていう授業があるので、卒論が2つあるので結構大変になります。卒論が2つ書いてない我々としてはよくわからない次元の。教養卒論で何書くんですか？教養卒論はテーマは本当に自由なので、自分は今ちょうど書いてる途中なんですけど、睡眠のことについてちょっと勉強しようかなっていうので書いています。どっちも同じ文字数みたいな。いや、でも文系の方の教養卒論はそこまで字数は多くないので、あ、まあ、みんなどうにか切り抜けようという感じで何文字ぐらいなんですか？具体的には5000字から1万字ほどなので、あ、まあじゃあ全然そうですね、ちょっと重いってぐらいです。そうですね、なんで書かされるのかよくわからないですちょっと重めのレポートとかですね、うん、OK です、ありがとうございます。いや、次そのテストの形式みたいなのを聞いていきたいんですけど、東工大のテストってどんな感じのが多いんですか？その意外とレポートの授業もあったりするのか、ほぼテストなのかでいうとどんな感じですか？そうですね、基本的にはテストの科目が多いと思うんですけど、実験などを扱うところもありますので、実験などは基本的にレポートの提出という形になるので、うんうん、実験があればレポートで、そうでなければ基本的にはテストになると思います。うんうん、ありがとうございます。テストってむずいんですか？やっぱなんかむずそうって勝手に思ってるんですけど、うん、そうですね、でも教授もすごい優しいので、過去問が出回っていたりとか、あとは持ち込みが OK な部分もあるので意外となんとかなっています。ああ、意外となんとかなるんですね。はい、
単位もらうのに大体なんか60点取んなきゃいけないとか、まあ、あるじゃないですか、早稲田だったらなんか上位何パー入んなきゃいけないみたいなのあったりしたんですけど、そこだけなんかどんな感じですか、そこら辺は。60点を基準に単位が取れる取れないっていう風になるので、59点であれば落単で、60点であれば単位が取れるという仕組みになっています。なんか救済みたいなのはないんですか。救済みたいなのは意外と教授によってですがあったりはします。ああ、なるほどですね。じゃあなんとか耐えるんですね、うん、それなりに取ってればギリギリ。友達をたくさん作っておくとたくさん過去問とかが回ってくるので、それが。なるほどね、ありがとうございます。じゃあなんか今の感じだとそんなに留年する人はいないですか。そうですね、留年する人はもう単純に遊んでたっていう人であれば留年しちゃうんですけど、そうでなければ問題なく進めると思います。なんか投稿での留年って例えば1年の時の必修取れなかったらそのまま1年になってそのままもう一回やらなきゃいけなくて留年ってなるのか、とりあえず取れなくても一旦進級はできるのかみたいな感じで言うとどんな感じですか。進級はできますね。ただ3年生から4年生に上がるタイミングで研究室に所属しないといけないので、そこでまた決められた単位数があるので、そこに達しないと止まっちゃうっていう形です。あ、そうなんですね。でもそこが瀬戸際になってくると。そうです、基本的には学部によってですけど上がることは上がります。なるほど、ありがとうございます。まあ、次投稿でどんな人多いかみたいな聞きたいんですけど、どんな人が多いなって感じます。そうですね、やっぱり皆さんがイメージされてるような投稿大生も、まあ、一定数いるなっていうのは自分はすごく思います。ただ投稿大生でも本当にいろんな人がいるので、ずっと部活とかに打ち込んで留年する人もいれば、まあ、勉強をずっとやってるっていう人もいて、本当にいろんな人がいるなっていうふうに感じます。投稿大結構部活も盛んなんですか。じゃあそうですね、部活も結構盛んで朝練やってるとことかもあったりとかで、意外、なんか普通になんか勉強するために入ってるのかなと思うんですけど、そんな人ばっかじゃないですか。そうですね、そういう人もいるんですけど、そうじゃない人も意外といるなっていうのが入ってからの印象です。そうなんですね、なるほど、ありがとうございます。で次、その東工大の人がどんな進路を辿るのかみたいな聞きたいんですけど、まあ、院行く人が多いとか就職する人が多いみたいなのどんな感じですか。基本的には大学院に進学する人がほとんどで、それは 8、9割ぐらいを占めていると思います。一部の人は学部で就職という形になるのかなというふうに感じます。その 8、9割ってなんでそんなに院に行くんですか。そうですね、もともとその理系の短科大学っていうこともあって、大学の母数から考えて大学院進む人が多いっていうのもあると思いますし、もともと学院制というので大学に入る段階で大学院に進むことを前提とされているようなカリキュラムが組まれているので、志望する際にそういったことを考えている人もいるんじゃないかなと思います。あ、なるほどですね。でなんかその院行った後でなんかどこら辺就職する人が多いとか分かります。そうですね、結構有名なところですとソニーだったりとか、日立製作であったりとか、そういう結構有名なところもちらほら聞きます。あ、そうなんですね、まあ、研究職ですよね多分。そうですね、研究所属がすごく多いかなと。技術とかそっちがあるんですか。結構年収とか高いですかね。そうですね、年収とか高いんですけども、やっぱりその仕事量も仕事量で多いので、彼らはお金をもらってる分、まあ、やってるのは仕方ないというふうに割り切ってやってるんじゃないかなって感じます。技術者って感じします。ハードワーカーありがとうございます。他の大学と比べてちょっと羨ましいなと思うことがあったりします。あ、そうですね、自分の大学ですとあまり良くないと言ったらいいんですけどあ、そうなんですね。そうですね、学内にあるところもセブンイレブン一つと学食があるぐらいなので、学内にもうちょっとお店が増えてくれるとお昼ご飯とかもまあ楽しく食べれるんじゃないかなというふうに思います。皆さんがイメージされているような投稿大生も、まあ、一定数いるなっていうのは自分はすごく思います。ただ投稿大生でも本当にいろんな人がいるので、ずっと部活とかに打ち込んで留年する人もいれば、まあ、勉強をずっとやってるっていう人も